ンバンバンバン。プシュ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 。バン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 。バン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 。と、上から押すと気持ちよく沈み込む。押したらやばそうなボタン。12を作ります。プシュ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 。バン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 。バン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 。まず、折り紙を裏返し、半分に折ります。折り筋をつけたら、さらに半分に折ります。しっかり折り筋をつけてください。今折ったところを開きます。手前の端を折り筋に合わせて折ります。折りやすいように向きを変え、こちらの2枚の端も折り筋に合わせて折ります。ここまで折ったら全体を広げます。白い面を上に広げてください。横の折り筋がたくさんついています。この折り筋が縦になるように90度回し、また半分に折ります。同じ工程を繰り返していきます。さらに半分に折ります。しっかり折り筋をつけてください。今折ったところを広げます。そして手前の端を折り筋に合わせて折ります。折りやすいように全体の向きを変えます。この2枚の端も折り筋に合わせて折ります。手前を広げます。奥も広げます。このような4段の状態にします。真ん中の折り筋の手前に V の字の折り筋をつけます。まず真ん中を押さえ、右側を奥に折ります。そして斜めの折り筋、さらに左側も奥に折り、斜めの折り筋、このような V 型の折り筋を手前につけました。続いて真ん中の奥に逆 V の字の折り筋をつけます。まず右側を手前に折り、折り筋、続いて左側を手前に折り、折り筋、このような逆 V の字辺の形の折り筋をつけました。真ん中から一つ右、この2本の折り筋で右側を持ち上げ、さらにこの斜めの折り筋で折ります。
右側をボックス状に立てます。さらにこの三角の内側をへこませます。奥もこの三角の内側をへこませて、右側を倒します。このような状態にします。さらにこの中央で今倒した部分を右に戻します。このように右に折ります。左側も同様に、真ん中から一つ左のこの2本の折り筋で持ち上げながら、斜めの折り筋でこのように前後を折り、左側をボックス状に立てます。さらにこの三角の内側をへこませ、奥もこの三角の内側をへこませ、左側のボックスを潰して倒します。そして真ん中で左に折り返します。このような形を作ります。真ん中にあるこの角、硬い角を広げます。真ん中手前の硬い角を広げます。広げて手前の三角を中に折ります。その上に今広げた角を戻します。奥も同様に真ん中にあるこの硬い角を広げます。左側もこの硬い角を広げます。そして奥の三角を倒し、その上に角を戻します。このようにして前後の三角を中に入れます。続いて右側、2枚の板をめくり、この角をこのように広げます。広げてボックス状に形を成形します。左側も同様に角をこのように前後に広げながら、ボックス状に成形します。さらにこの部分、しっかりと折り目をつけます。この折り筋もしっかりともう一度折り筋をつけます。繰り返せば、これで押したらやばそうなボタン12の完成です。上から押すとプシュプシュと気持ちよく沈みます。ここが割れてるのが気になる人は、このように裏から
テープで留めてもいいでしょう。テープで留めると開かなくなります。ぜひ作ってみてください。プシュ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 ピュン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